皆さんこんにちは、淡井圭介です。本日2024年、9月22日、昨日のサタデーステーション、23時から、放送されていた、2024年9月21日の板倉智樹アナウンサーへ、まあ彼とそのもう一人のお天気アナウンサーに関して、その板倉智樹アナウンサーが誰々さんに入ってもらいますと言って淡井圭介の体の中に、入れてきたと。でその後こちらの体全身にまあしびれが来てるんだけども、意図してるところはよくわからない。で多分まあ君たちの呪いを淡井圭介の中に入れてきてる、自分たちが被ってる呪いで、特に天気関係で、そのお天気キャスターが菅原なんとかっていう人、38歳、法学部出身ということになってるんですけども、まああのスクエアエニックさんのゲーム、その件のことに関して、まあ、少し相談がしたくて声をかけたと。で、それに関して板倉智樹アナウンサーはしっと言ってきたと。違います、公開しないから同じようなことをずっと繰り返してるんですよ。で君たちの立場の場合それは言っちゃダメなの。君たちのお金の周りだと、そういうスクエアエニックスのゲームで、CM 料を稼いでいて、お金を得てるわけだから、国から派遣されてきた人間でも同じだから、もうだからもうあの人口ずっと少子化が続いているから、本当は二社二社合併で、ずっと前から言ってる通りで、夜中と明け方の番組をなくす、もうこれしかないのよ。でその家で寝転んで見てることに関して、家の中を覗き見して、まあそういうふうに対応したのか、基本的にこう寝転んで見てるだけで、呪いが来たりしてること自体が違法行為であると。で払う払う詐欺をずっと全体的に、テレビ出演者の場合は繰り返してしまっていると。でその1998年だとか1997年の頃の話を、まあ、板倉智樹アナウンサーの場合は知らないという形にはなるとは思います。だけども、その頃の話とかを知っていて、結局助けるためにフルーツフラワーパークに来たのか、それとも、自分たちの糧を得るためにフルーツフラワーパークに来たのかということになってしまうんですよ。で糧というのはまあ結局お金に換えるっていうことなんですけども、その、ホームページ淡井圭介の履歴の一番のところから、その、まあスクエニックさんの件のことについて述べてる動画と、そのゲームに関する説明を行ってる動画があるんですね。でまあそちらの方を閲覧してもらって、そのそれもね、その声優をしている人間の、子供の頃の声かな。けどドラッグドラゴン自体が発売されたのは2003年ですから、だからもう1997年8年の頃から起きていたこととかをずっと引きずったのは、僕は違う勤務地に働きに行ってもどこかで何かはそれがずっと継続して、調べられて作られていた、こういうことになるんですよ。でまあ、ドラッグドラゴンに関しては2003年でしょう。ニアオートまたかな、ちょっとパソコン持ってきますね。一応まあ、あのホームページ淡井圭介の歴のそのこういう風な画面、まあ300番台の後下の方にあの番号つけてないところありますけども、結構こう長い文章で、裁判になるかどうか、なるかスクエニックさんに聞いてみたいことです。なぜ作ったのか、淡井圭介の人生を反映して作ってる可能性がかなり高いと。まあ、あの一応それをホームページ淡井圭介の歴の一番から、閲覧できるようにはしています。で
これらの件に関して、まあ、ちょっと待ってくださいね。これね、一回書いても、こういうふうな部分のところも、このあたりなんですけども、0時00過ぎに、記載しても、消されてること結構あるんですよ。あ、まだなくなってますね。本当は、このメッセージのところじゃなくて、先ほどの欄のところにアクセスできるようにしてたんですよ。これしょっちゅうやられます。で、だから、人間が行ってるのか、コンピューターが行ってるのか、これがよくわからない。これが今の現代社会であって、で基本的にテレビ局の CM に関しては、撮影したときに、裁判所に例えば提出するときに、喋ってる内容が1回目見たときと2回目見たとき、変わりはありません。そこ多分会社を分けてるからだと思うんですよ。で、そのテレビ局のしてることがむちゃくちゃすぎるから、いろんな部分で早急にコンコン負けっていうその板倉、まあ、実際本名を一回運転免許証見せてもらったと思いますけども、2007年から8年フルーツラバーク勤務時の時に来た時に、だけどもメモしなかったら無理ですね。元々の本名は何なのか、大体みんな一文字変えたりとかしてるの知っています。名前で本名で出ている人は出ていたはずなんですよ。でも、この辺のところね、内容ちょっと見てもらったら分かる通り、まあ、ここで僕がある程度説明するのと、まあ、この辺の文章はちょっと、だいぶ、まあ、ある程度追加して、まあ、販売時期だとか、そういったところを調べてみると、だから、まあ、僕はある程度普通に働いていて、テレビ出演を断ろうが何だろうが、ネタにされていたと。で、まあ、ここでも、なんか名前変でしょ。ニア・リンカーネーション。ネーションズリーグっていうのがバレーボールで作られてたでしょ。だからエネルギーの残存量問題でいうことは真逆なんですよ。で、だから、カーネーションのカーを取って、ネーションズリーグっていうことにしていて、世界中を飛び回って、エネルギーの消耗が加速してしまっていると。だから、そういうふうなリーグを作ってはならないのになぜか作って、で、こういうふうな作品も、今まで言った内容を考慮すると、まあ、誰かが動いてくれて、まあ、ちょっと待ってくださいね。2024年なんですが、ここ、もう文字変えられてます。もう一瞬ですね。今日打ち込んだ内容なんですけども、もう文字変えられてますね。ハッカーなのか、何なのか。あと、こちらの方に記載してる内容。まあ、そのエミルっていう声の、声優の声とか、あと、聞かされたりしてるんですけども、天気予報士、誰々を誰々に入ってもらいますって言ったでしょ。で、その後僕はその件に関して、拒否した。家の中でね、その件については全身にしびれが来ていたから拒否するのは普通であって、それは民法720条正当防衛101-2に該当する内容であって普通のことなんですけども、だけども、その彼ももともと僕に絡んできてるでしょ。お天気キャスターのその男性アナウンサーで、彼の声も聞かされてるんですよ。家の外から絡んできたのか、フルーツラーパークで言ってきたのか、それどちらだったんです。家の外から絡んできました。それとも、春山整骨院。で、言ってる内容は、スワップだったらええっていう言い方をしてきている。で、淡井圭介の方がだいぶ年上なのに、敬語を使えない。で、してきた内容に関して、上下関係っていうのを完全に間違えている。お金の流れとかを考えると。その佳子様との結婚云々とかそういうことじゃないんですよ。
もう淡井圭介の頭の中を使って、スポーツ云々のところも、買っていた。ワールドベースボールクラシックとかもそうですけども、もともとはそこが原点であって、中心的人物であると。で、台風の発生云々に関しても、これはもうこれはさすがにテレビ局は関係はある程度はないとしか言えないんですけども、っていうのはボクシングの井上尚弥選手のジムの、大橋さん、その人、もともと公用病院の、その精神病院のね、神戸市北区にある公用病院っていう精神病院の松川っていう人かもしれないんですよ。で、あんまり話広げられても、それは別に板倉智樹アナウンサーに、どうこうしてほしいとかそういうわけじゃなくて、まずこちらの状況を知ってほしいと。こちらも人間だから誰か相談したくもなるし、言わなかったら君たち、そのテレビ局の人たちも状況よく分かんない人が9割以上の人たちで、淡井圭介を元ネタにして金稼ぎしてしまってるんですよ。だからそこに法学部の人たちが出てきたら、だから物事がどう見えるかっていうことをちょっと考えてほしいんですよね。で、どこかでいろんなところで歯止めをかけていかなかった。N の残存問題もそうですけども、この極端な少子化、49年間続いている、少子化の方向性。で、その大元のところでみんなめちゃくちゃなことしすぎなんですよ。で、これを公開しなかったら歯止めが効かないんですよ。結局のところ。でここに書いてる文章っていうのは僕の人生を通して実際に本当にあったことだから、その辺のところは理解してほしいのと、で一時期テレビで僕の名前をテレビ出演者の人だけじゃなくてね、海外の、政府上層部の人たちも淡井っていう名前を出したりだとか、その辺のところ政府上層部の人たちとかは悪いような方向性では言ってないんですけども、あとはメジャーリーグの解説席の人たちだとか、あとは僕の名前を出さなくなってから神戸っていうようなこと、言ったりするときは言ってましたし、でその辺のところを考えて、板倉アナウンサーとか、もう一人 のお天気の男性アナウンサーもそうだと思うんですけども、関わったがゆえに抜けるに抜けれなくなってたりだとか、多分みんなそうだと思うんですよ。その動画で上げてる内容とか見てもらって分かる通り、この間多分夜すれ違ったの元日本サッカー代表の岡崎慎司選手だと思うんですよ、元選手で、彼の場合は海外のリーグに行った時に下位に低迷していたチームを優勝に持っていった原動力になってるんですけども、それももともとその頃松山英樹選手とか世界ランキング1位とかで、他にも海外で、時間軸は全然違うところですね、夜中とか明け方とか起きて、対応していたっていう、その無茶な頃だからハマってたんだとは思います。でに考えてみたら分かる通り、現場見に行ったら分かるんですけども、ゴルフしてるなとか、本当はその程度のもんだから、だからそこで金額はどうこうとか何か変な放送の仕方とかをして、本当はバブル崩壊は1990年にありましたから、その頃からゴルフ場に関してもう散々だいぶ文句言われてるんですよ。でもともと昔のテレビの放送っていうのは、建築業界が悪いっていう放送をたくさんしてたんですよ、報道番組に関してはね。で、それは NE の残存量問題とかを考えていくと、準高少子化だから、建物は小さくなっていかなきゃならないのに、建物が増えすぎてしまってるでしょ。で、バブル崩壊して、日本中いろんなところで、廃墟化してるところが、たくさんあって、それは11番の、近くかな、10番と11番の間のところ、ここに、
まあ、番号とかメモしてもらったらいいと思うんですけども、行政や建設、建築でも土木でも同じ、しでかしたこと、先に覚えるのはエネルギーの残存の問題、石油やガス、石炭、ウラン鉱のことって、まあ、ここをアクセスしてもらったら、いろんな人たちの動画のところにアクセスできるんですね。で、バブル崩壊1990年にあって、何があったかっていうことが、本当に、よく分かる内容になってます。まあ、報道関係者長年してたからある程度知ってると思うんですけども、もうあちこちこういう状況ですよ。でもともと神戸も阪神・淡路大震災が本当にそれだけが多分、その引き金にはなってないとは思うんですけども、そのハーバーランドとかでも昔18歳ぐらいの頃働いていたことあるんですよ。ちょっとだけなんですけども、だけどもそこも土日祝日だけなんですね。たくさんお客さんが通ったりするので、平日はもうガラガラなんですよ。だからもともとその IR 復興施設っていうもの自体が必要ではなかった。で、無理に行政とかが作るようなものでもなかったと。まあ、こういうふうなものを今カーソルを動かしながら これもね、僕もだいぶその調べ回して、これもだいぶ時間かけてるんですよ。で、あと、まあ、見出しとかついてるところに関しては、さすがにこの金額はないなとか思う部分とかは、まあ、自分の、まあ、意見とかも、書き込んだりしています。で、まあ、神戸市立ホテルフルーツフラパークなんですけども、再建放棄何回もしてる状態ですね。定期的に。もう作れば作るほど、まあ、むちゃくちゃな状態になるっていう。もうこれ、日本中でもこれなんですよ。だから、まあ、その辺に関してはもうバブル崩壊が1990年で、その当時僕は中学生の頃でしたから、だから、まあ、それは僕のせいでもなければ、板倉アナウンサーのせいでもなければ、昨日のお天気キャスターのせいでもないと。で、ただし、その、ゲーム業界のところに関しては、それはちょっと協力してほしいと。で、板倉アナウンサーもある程度の年齢になってきてますし、もう一人の男性お天気キャスターも、法学部っていうことはある程度法律、理解してるっていうわけじゃないですか。正直手に負えない世界だっていうのは分かります。もうこれは国会議員の安倍さんとかも自分で言ってた方ですから、災害地とか、まあ、特別措置法を見たら分かるじゃないですか。特別措置法が積み上がっていくの。緊急災害地とか、もう、あじゃこうじゃもういろんな話が出てきて、話が長くなると。なおもう特別措置法でもこれで、国会はもうこうしますで、これでもこうしてくれで、もう、物事を動かすっていうような緊急災害時の時に、まあそういうふうな形でも積み上がったりしています。だから法律みんな何がどうなってるかよく分かんないままずっと行動してる。あと第何条が、何十年の六法全書には、第何条に変わってるだとか、例えば放送法第6条の2が、平成20年度の六法全書では、それが平成31年度の六法全書では、108条に変わってるだとか、防災に関する放送ですよ。だからこれはもうプロとして仕事で働いてる人でもなかなか難しいんじゃないですか。だから まず一般の世界に浸透することじゃこれは無理があります。働いて売り上げ出そうと思ったらずっとまあ素早く動いて、売り上げを出さなきゃならない。で、片や少子化の部分がある。そこはもう企業合併で、まあ、対応していくしかない。だけども、新しく何かものを建てて、まあ、この辺りで言うと、岡場駅から見えると思うんですけども、丘のところにね、なんか流通センターっていう名目で作られてる建物。あれもよくわかんないんですよ。で、あと、その西宮北インターチェンジのところも同じように、物流センターという名目で何か建物が建てられようとしてるんですけども、で、そこの中でテナント募集とかしてるんですよ。
岡場駅 の、 イオンモールとエコリラ、そのエコリラのところの方が店舗コロ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 ずっと入れ替わってるんですよ、昔から。それ阪神・淡路大震災の後からですよ。人が移動してきてからですよ、たくさん。だから最初から、大きさの施設自体を作るべきではなかったっていうことなんですよ。だからまず本当の人口を、世間に公開しなかったら、まあそれは板倉アナウンサーやそのもう一人の男性お天気キャスター二人だけでどうこうできる話じゃないんですけども、まあ昔あったことのある早川さんもテレビ朝日の会長という形で、まあ年齢見たら80歳超えてますけども、もう無理でしょう。まあ、そういう内部の人間から辞めさせる云々とかそれは言えないとは思うんですけども、まあちょっと話広がりすぎましたけども、まあけど僕の場合はその広がりすぎた話の中でずっと生きていかなければならない状態っていうのが作られていて、それ狙われてる状態なんですよ、意図的に。完全にここまで来ると書いてる文章とか見てもらったら分かります、そのスクエアニックスさんの件のところね。で、恨まれるようなことはしてなかったはずなのに、なぜこういうようなことになってしまってるのか、これは僕にとっては分からない。で、まあドラゴンドラゴンに関して2003年とかでしょう。で、その頃公用病院とかに、まあけど販売されてるのは2003年だから、販売された後なんですよ、精神病院通いになってるのが。で、それはスクエアニックスさんが原因なのかどうかは、まあそれはあんまり関係ないとは思うんですけども、けどまあ内容を見てもらったら、テレビ局のアナウンサー本当は先にいろんなところで働いて社会の状況とかいろいろ分かって、ある程度法律を理解して、それから既婚者がアナウンサーになったらいいと、そういう順序のはずなんですよ。だから僕は二十歳過ぎのこのフルーツラパークで会った人たちとかが、もう僕の年齢前後ぐらいの人たちですよ。若いうちから特に女性とかはですけども、アナウンサーとしてテレビ出てますけども、絶対無理でしょう。いろんなところで働いてみなかったら実感なんか持てるわけがないんですよ、働かなかったら。で、無理があるっていう、最初から無理設定だっていうところとかを理解して、まあそれからテレビに出なきゃならなかったのに、いろんなところで働いてことがないがゆえに何がどうなってるかわからない。特にテレビ局のある近辺ってすごく発展してるじゃないですか。発展っていう言い方は本当は逆だと思うんですけども、高いビルとか建てすぎてるから、それは逆に頭悪くなってるから、実態ではかけ離れてるから。例えば30階建てぐらいのビルでエレベーターが6基ぐらいついていて、しょっちゅうエレベーターが稼働してるようなところは1年間で電気代が1億円ぐらいかかります。っていうことはそれだけ莫大なエネルギーが消費されます。人口少子化してるのに高いビルなんか建てる意味がないじゃないですか。そういうことも今までの動画で何回も言ってきています。で、だけども神戸でもまだ土地が空いたら12階建てぐらいのビル作ろうとしたりだとか、あれだけ空き家撮影してもですよ、神戸市兵庫区とか中央区ちょっと歩いただけですよ、あれ動画1時間とかですけども、撮影しながら歩いてるから大した距離歩いてないんですよ。で、空き家ばっかりでしょ、物干しさは出てないか分かるじゃないですか、それだけで。で、明らかに阪神・淡路大震災の前に大きさの建物がほとんどなかったんですよ。で、阪神・淡路大震災があって仮設住宅暮らしとかで、僕だったら神戸市北区とかこれだけ離れたところに、移り住んだりしてるのに、元々の人がガツンと減ってるのに、そこにたくさんビル建てても絶対買い手がいるわけないんですよ。だからそれをずっとしていたと。で、このニーヤオートマタとか、そのドラッグドラゴンに関して、ニーヤレプリカントは2010年の4月22日にウィキペディアでは発売されたっていうことになってるんですよ。ニーヤゲシュ
タルトっていうのも2010年もうだいぶ前からそのゲーム業界は一時期ずっと僕離れてましたから、フルーツ・ラ・パークもその1997年8年キムチの頃にエニックスさんいやスクエアさんには他のゲーム業界の人たちとかとある程度関わったりはしています。結局はまあテレビ局を通してというような形になっていたのかどうかその辺のところ も記憶は定かじゃないんですけども、出てくるキャラクターとかその内容とかこのもう文章見てもらったら分かる通りもうかなりめちゃくちゃで、ニーヤ・オートマタっていうのは2017年なのかな、で一応それ動画で目を通したんですけども、 B2 と 9S っていうものが出てきてますけども、 B2 って多分 B52 あとは B って意味爆弾なんかそんな話を昔誰かと B2 についてどう思うみたいな形だとか、だからその原爆の方で物事考えたら B2 広島県と長崎県への投下やりすぎで、途中で A2 っていうものが現れてきますけども、秋篠宮佳子様と多分淡井圭介で A2 で、僕の動画に関してほとんどの人間は、閲覧なんか、ほとんどしてくれてないんですよ。再生回数とか見てもらったら分かる通り。で、ほとんどの人は、数秒間で見るのやめています。ちょっと待ってくださいね。証拠というか、状況というか。これね、僕の動画なんですけど、もう再生とか減ってきてる方なんですけども、これ新規の、チャンネル登録者数と、これ合計視聴回数と、その下、これ、分なんですよ。時間じゃない、1時間じゃないんですよ。これ、分なんです、単位。で、こういうような内容の中で、どこかで見えたの、あれ、なんだったかな、統計情報確認かな。これで各動画が、何秒ぐらいで、何秒ぐらい閲覧してるだとか、どの動画だとか、Google コムなのかな、サファリかな、サファリだ。ちょっと待ってくださいね。ちょっと上の方映らないよ。ああ。無理だ。またメールアドレスとか電話番号とか求めてこられてるから、まあまあ大体ね、理解してもらったら分かると思います。再生回数で単位本だったら、ああ、もうほとんどの人間が何秒とか何十秒とかで見るのやめてるなっていうのは分かると思うんですよ。で、まあまあ、その、スクエニックさんにも伝えたはずなんですけども、人口がすごく少子化が長い間続いてるから、その作品の数を絞っていかなきゃならないっていう話をしていて、それももともとゲーム業界自体はもともとそうなんですよ。ずっと企業合併を繰り返してきてるんですよ。例えば、光栄テクモゲームスっていう会社がありますけども、もともと光栄っていう会社とテクモっていう会社が合併して光栄テクモなんですよ。で、スクエアさんもスクエアっていう会社があって、もともとエニックスさんもエニックスっていう会社があって、スクエアエニックスさんが合併して、まあ、スクエアエニックスさんという形になってるんですよ。で、僕も働いてみなかったら、そこの会社の内部状況はわからないんですけども、これ大体で言いますけども、人材派遣会社の人たちだらけになってません。そうなってきたらもう会社の中、やっぱりめちゃくちゃになりますから、人固定して、ちゃんとこういうことをしちゃダメ、ああいうことをしちゃダメをしておかなかったら、こういうふうな作品を、人手なしと言われても仕方がないような作品っていうものが、平気で、作られると。で、それを一時期河川水門外式玉発電とかは進んでないのは淡井圭介のせいにしてたでしょ。もうこちらからしたらどうしたらいいんだっていうことになるんですよ。元手がないから。で、もともとのそのスポーツの勝ち負けとか、なぜ僕を軸にされたかっていうところで、僕の記憶の中では河川水門外式玉発電の元手みたいな話だったはずなんですよ。
一旦ちょっと動画は途切れたんですけども、先ほどの話の続きしますね。で、僕もその寝転んでテレビを見ただけで体がしびれたりするその毎日の状況、例えば今腕組んでるんですけども、それでも、しびれています。撮影するときにもそういうふうな状況が発生していると。で、結局スポーツの勝ち負けなのか何なのかっていうところはよくわからない部分があるんですが、まあこの間の法廷もびっくりしましたね。その他の法廷も見たことあるから、そこまで顔が綺麗になってる裁判官って昔ほぼいなかったんですよ。2010年ぐらいの頃で、この間の法廷に関しては裁判官と書記官の人は顔が非常に綺麗になっていたと。もうすごい年配の方ですよ。この世の中全体のところで、まあそのゲームのところは先ほどの欄見てもらって、理解していただいたらいいかなと思うんですけども、だからまあ僕がその、男性のキャラクター、そのまあ、最終的に、まあ、ロボットにされて、結局その複製っていう話でその後のものたちが作られているから、だから淡井圭介全部本当は淡井圭介みたいな話にできるような形で話を作ってる。そこまでスクウェア・エニックスさんに恨まれるようなことを発言した覚えがないのと、どちらかというと僕はファイナルファンタジーだとか、まあドラゴンクエストに関して、面白かったっていうことを、昔言っていて、まあファイナルファンタジーも9ぐらいまでなんですよ、自然と。で、まあ10も、まあ、生活保護になった時にちょっとしてみようかなで、してみたぐらいで、そこから先のシリーズももうしてないですね。だからスクエアエニックスさんがなぜああいうふうな方向性のゲームをたくさん出したのかっていうところも、途中からそのドラッグドラゴン自体が過激な露出をしてますから、だからもうその時点で変になっていた。だからその頃は結局2003年ぐらいでしょう。だから僕がゲームしてた頃って言ったら、まあ20歳ぐらいの頃ぐらいで、まあ働くことメインになってる時はゲームをほぼしてなかったんですよ。で、精神病院に、通わされた、まあ、2003年の12月下旬に、一番最初というか、その頃のですよ、まあ、通院させられたのが、神戸市中央区の松本医院っていうところなんですけども、そこももう跡形もなくなくなっていて、空いてるテナントがあったからなのか、どっか別のビルに、松本医院っていうのが、出来上がってるんですけども、まあその後公用病院に通院していた時の、その担当していた松川という医師がボクシングの大橋会長の可能性があると。だから2022年に宝塚三田病院に11月か12月に入院させられた時、まあそれは最後の入院になるんですけども、だから世間に状況とか全部開示していってからなんですよ。それから、あとはまあ警察の方とかに伝えて、まあ、国会議員の人たちもそうですけども、それでやっと精神病院に入院させられなくなったっていう形になってるだけで、で、元の発端を行くと、多分春山聖子さんだと思うんです。2003年にそこの建物解体されてますから、で、2003年、阪神タイガース優勝してるでしょ。もともと入れなくなってったのは、そこの建物が2000年ぐらいなんですよ。まあその頃は淡路花博の頃で。で、
昔もそのスポーツ勝ち負けうんぬんとかで春山整骨院にたくさんいろんな連中が集まっていて、すぐにバレて、すぐに、退去状態になったと。だけどそこで何か恨みつらみを持ってた連中とかが淡井圭介を追い込んでいって2003年ホテルオークラメインバーで勤務してる時に、まあ、淡井圭介を、まあ、はめるというか、まあ、そういうふうな形で、まあ、はめっちゃはめ込むとかだから、まあ、なんかこうブロックとかを、つなぎ合わせるような意味合いになってしまうんですけど、はめるじゃなくて落とし入れるような形で、結婚話を持ってきた人たちの話をしてるんじゃないですよ。だからこの件に関していろんなところへ利益関与してる人間が多すぎて、医療業界から何から何まで。で、何目的か僕もわからないですし、あの時警察官の人たちが、その、通院、行った方がいいとか、そういうふうな話をしてきたのは、睡眠不足になってたからだと思うんですよ。か、もう一つの内容でいくと、メインバーで一緒に働いていた大谷茜というものに関してなんですけども、そのものの、自宅に行ったからだとか、まあ、そのものも結婚話を言ってきてるんですよ。で、出勤するときに、まあ、その時あの車乗ってましたから、まあ、家迎えに行ってあげて、まあ、一緒に出勤したらいいやみたいな形で行ってるんですけども、そこでそれがね、そのものも昔それ言いに来てたことあるんですよ。フルスラーパークにだから回り込むような形で働きに来てる。でそのものの家に行った時に、家の中から聞こえてきた声は違うっていうような声を言ってきて、で、だから今聞いてる方は何言われてるかわからないと思うんですけども、これ順序言うと、そのホテルオークラメインバーで働いていた時に結婚話をいろいろ言いに来た人間、例えば大江真理子だとか小林麻也だとか、斎藤真美アナウンサーって言って、関東の人が分かるかどうか分からないんですけど、そのものは関西のテレビ朝日系列のものだったものなんですけども、まあ他にもいたかもしれません。で、自分こちらからしたらね、誰が誰か分かってないんです。 あとは報道ステーションで昔いた川野明子アナウンサー、今確か野球の方の日本代表の監督は岩田さんでしょ。岩田さんは僕より年一つか二つ上なんですよ。で、川野明子アナウンサーと結婚してると思うんですよ。で、まあ面識もあったと思うんですよ。で、まあまあそれを思う部分もあって、多分侍ジャパンの監督に選ばれてるとは思うんですけども、まあこう近年河川の撮影を行った時に、神戸市長田区の、まあ、港川の上流、まあいろいろあるんですけども、上流って言うと、まあそちらの方にこれを言うとも理解しづらいと思うんですけど、まあ日踊り越えとかそういったところからあの撮影に行った時かな、長田区の商店街のところの道で横を川野明子はすれ違ってるんですが、まあ、その時も全身黒ずくめの服装のスーツだったので、まあ、そのところに川野明子が急に現れるなんか思ってなかったですから、だからそれが、野球界からの支払いなのか何なのか僕もちょっと よく分からないんですよ。横通り過ぎていっただけですから、通り過ぎた後になんか見たことあるなぐらいにしか思わないんですよ。だってもうテレビでもう10年ぐらい出てないでしょ。10年以上かな。10年以上出てないでしょ。もしかしたら15年、17年、30歳ぐらいにはいなくなってたでしょ。10何年も見てない人間が急に横通り過ぎたって分かるかって言ったら、絶対無理なんです。本当に。そんなところに急にいるってまず分からないから。もうこれ僕の家の横とかも全員同じ、
向こう喫緊で言うと岡崎真嗣らしき人物もそうなんですけども、それはもう一つの動画の方で、言ってます。で、その数日前は久保選手、ずっと竹房竹房って言ってる、県営って書いて竹房って、まあもうその偽名マジでテレビ出られてるから、もう僕もどう言ったらいいかわからないんですよ、本当に。どこからどこまでが偽名なのか、言い方が偽名なのか、文字が一文字変わってるのか。例えば女性アナウンサーで文字が一文字変わってるだとか、もうあれだけテレビ出てもそういうものですから。だから一応板倉智樹アナウンサーって言ってますけども、インターネット上の表記でそうなってるから、もともとの本名を教えてもらいましたけども、だけど僕はもう覚えてないで、この世の中について、もう少し、ちょっと悩んでるところを、もう相談がてらで、ね、みんな聞いてもらって、会社内でもこの話回してもらったら分かると思うんですけども、こういう病院に通院させられてたのが2004年でしょ。で、入院はせられてはなかったんですけども、その精神を生産されなくなる薬を飲まされていたりしたと。一応そこに高島彩とか駆けつけて、そういう薬を飲まされないようにはしてくれたんですよ。でそこでも、その当時はまだ高島彩もまだ結婚してなくて、結婚相手も決まってない段階で、もうこのまま東京に来てほしいって、服も私が買ってあげるからとか、そういうふうに言ってくれてたんですけども、そこでも家族と話したときに、東京のところとかで、話が、だいぶ進まなくて、そもそも高島に電話番号とか教えてもらってなかったんですよ。で、連絡つかずで、順序というのもこれもおかしなので、昔多分高島が僕の前で号泣してたと思うんですよ。で、今度、その精神病院で僕は高島彩の前で号泣してるんですけども、その頃、いろんな人間が淡井圭介と結婚話をしに来て、自分はその件のことについて、ほったらかし状態になっていたと。そのことをすごく悔やんでるっていうことで大泣きしてるんですけども、ちょっと話を本筋からそれてしまいましたから、エネルギーの残存問題の話に戻りますね。その公用病院の時に、多分オリンピックに関する基金の条例はまだ出来上がってないはずなんですよ。2004年ですから、東京都政六法で、オリンピックに関する基金の条例が出来上がったのは2006年なんですよ。で、スポーツ界に、勝ち負け、その当時もちょこっと、させられてる云々で、自分が20歳前後の頃、テレビ局とか、スポーツチームとかが多いでそれを行っていた。でその内容についても、世間に多分開示してたと思うんですよ。でエネルギーの残存の問題はワンセットです。でたぶん小泉純一郎さんが総理の時に2025年にガソリン車の生産停止、例えば今だったら2035年にガソリン車の生産停止で、東京都は生産販売の停止が2030年なんですよ。っていうことは、本当は2025年に小泉純一郎さんの時に、ガソリン車の生産停止、順序で言うこと、今自民党の人たちとか小泉進次郎氏を、彼を非難したりしてるんじゃなくて、逆なんですよ。子供の頃から会ってるから。小泉純一郎さんもフルーツラバークで僕に会いに来て、それから総理になってる方で、だからそこには河川水門外水玉発電とかの話もあったからだと思うんですよ。で、だからもし小泉純一郎さんの時に、その2025年にガソリン車の生産停止して、東京都は2020年になってたとしますよ。その2020年の部分が、東京オリンピック2020年に変わってる。
僕はスポーツの勝ち負けが完全に軸になってしまったのは国際大会のですよ。それ多分僕は二十歳ぐらいの頃だと思うんですよ。それは世間に公になっています。で、だからまあ客寄せパンダみたいな形になっていたフルーツサーパークで一部。その父親の功績があって、エネルギーの問題に関して広く世間に伝わっていれば、小泉進次郎という存在はすごく評価の高い総理の息子さんっていう立場で総理になってるはずなんですよ。ワンサイクルずれてるんですよ。ワンサイクルっていうのは父親とその子供っていう世代で、ワンサイクルずれてしまってるんですよ。で、だから父親の世代でそれを設定しておいて、だから今の順序でいくと、小泉進次郎氏、彼が、総理になったぐらいの時期に設定されてしまってるでしょ。2035年にガソリン車生産停止。一応まあ東京都は2030年ですけども、販売も。これ物事の見方で、その何か彼が悪役にも見えてしまうような設定になってしまってるわけじゃないですか。二十歳ぐらいの頃の僕って、そこそこ例えばワールドビジネスサテライトに出てるアナウンサーに「いや、あれ違います、これ違います、これこうですよ」とか、正解言えますかとか、そういうふうなことでいろいろ言ったりとかもしてたんですよ。それはいろいろアドバイスもらいながらですよ。まあ、喧嘩してるっていう声が聞こえましたけども、まあ、どの程度かっていうところ、それはわからないですけども、まあまあ、ちょっとした言い方にはなってると思います。で、ただし、それはエネルギーの残存の問題とかの話をしたときに、っていう部分ですね。だからまあ、それありきで結局小池さんも東京都知事になって自分の給与を半分っていうような形になってると思うんですよ。小池さんも神戸市ホテルのスラバー来てるんですよ。それが神戸市ホテルフルーツアパークの資料を小池さんが4階事務所でこういろんな資料をずーっと見てるっていうのは見かけたことがあるんですよ。建設費用は299億何千万円かかってますから、フルーツ裏パーク。で、最初から無理設定なんですよ。絶対返済不可じゃないですか。だからもう債権放棄、債権放棄ずっと。C がね、だから、まあ、今、自民党の人たち宛て向けに、先ほどの話は、するとして、早く物事を進めなかったら、そのもう一人の男性天気アナウンサーの人も2児のお子さんがいらっしゃるんでしょう。その子供たちが大人になった時のことを考えたら、もう2030年5年にガソリン車の生産停止なんか遅すぎるわけじゃないですか。で、テレビ局の方のね、そのアナウンサーの人たちにどこまで本当のことの話が伝わってるのか僕もよくわからないんですよ。誰がどれぐらいのことを本当のことを知ってるのか、抑えてるのかっていうこと。普通に考えたら、世界中で大きな地震はたくさん発生していて、自分の国で使うせっていうぐらい自分の国で掘りなさいとか、そういう話に普通はなると思うんですよ。で、普通に考えたら、例えばサウジアラビアとか、まあアメリカも石油輸入してるっていう形になってますけども、そんなにごく一部の国だけで採掘して追いつくと思います？なんか変でしょ？もうわかんないですよ。もうどれくらいの時期からかもわからないし、もうこれ完全に推測で言っていますから、その情報今から言うことあんまり当てにしてもらえなくていいんですけども、多分もっと自分の国で掘ってるんじゃないかなと。それで地震発生しませんかっていう部分があるんですよ。例えば能登半島だとか、東日本大震災も普通に考えたら、これだけ沖の方で掘っていればだとか、採掘していれば、
まあ、大きな地震が発生しても陸地の方ではそんなに揺れは来ないだろうだとか、そういう考え方だったかもしれないやつ。だから海底油田の、地下海抜何メートルの話ですけども、1800メートルが一番深いところで、石油などの採掘をしてますっていう話はかなり昔からなんですよ。何十年前から。今本当のところ何メートルのところまで行ったりしてるんだろうだとか、今まで採掘して結局もうこれ以上は出てこなくなっただとか、マグマ層に当たっただとか、そういうふうな形で、掘削する地点を変えただとか、そういうふうな印が入ってる、まあ、日本列島 のマークシートのようなもの の一覧とかも見てみたいですし、あとはどれぐらいの深さまで起こったのか、世界中。一応まあインターネット上ではロシアで1万5000メートルそこまで掘ってるっていうことになってますし、オリンピックに関しては私からの提案で、ロシアに関してはオリンピックの参加をやめてくれたんですよ。だからテレビに向かって言ってる内容とかもそうでしたけども、覚えてくれてる人は覚えてくれてると思うんですけども、いや、あんな極寒の地で急に今更この近代文明で石油とかガスとか採掘できなくなった時にみんなどうなるか分かるでしょうって、それ死にますよって、全員死ぬんじゃないですか。北海道よりも北の位置ですよ。北海道では雪がね、都市部じゃないところですけども、ものすごい高さまで積雪されてるような道とかがたまに放送されてしてるじゃないですか。物流が止まっただけでもね、ほとんどの人が死ぬのに。あとはもう水のことでも、僕も河川の撮影行ったから分かりますけども、夏場、前日の日から冷蔵庫で冷やしていた水が昼頃にはもう腐っていて、それ飲んだらジンマシンが出てくると。っていうことは、昔の第一次世界大戦ぐらいの頃の戦争の話からは本当だとは思うんですけども、いろいろ証拠の写真とかがあって、だけどその前の戦国時代の話とかは多分嘘だと思いますよ。特に現行の欄、まあ、これも10代の頃フルーツラパークで勤務してる頃から言ってましたけども、どう考えてもそれは無理だって、あんな距離歩けるわけはないって。で、西の方はそのモンゴル帝国ができて中国を支配して、朝鮮半島とかも支配して日本に攻め込んできた西の方はヨーロッパの十字軍と戦ってると。いや、歩けないでしょって。雨降ったらどうなるか自分で経験してみたことあります？全身ずぶ濡れになったことありますって。体温ものすごく持っていかれますよって。死にますよって。夏場以外の季節は、春秋でも夜来たら、それまでに体温だけで衣類が乾くわけないんですから。食料も水に濡れたら腐りやすくなるでしょ。で、そもそも冷蔵庫とかを一緒に運んで移動できるわけないんだから、長距離遠征自体がすごく難しかった。途中の町によって食べ物食料を、まあ、買わせてもらったりだとか分けてもらったりとかしてね、なんとか行けてたわけで、まあ、日本列島の場合は中国との貿易等に関しては沖縄とか台湾とかを経由して見える範囲で、多分望遠鏡がその時代にあったのかわからないですけども、望遠鏡か何かで次の島方向に向かってとりあえず進んでいこうで進んで、それで経由していって行ったはずですから、そういうふうに僕は習いましたよ、学校で。まあ、海外の変な番組でオーストラリアから日本までなんか空の星座見てカヌーを合わせたようなもので日本まで来るっていう、もうそのカヌー見ただけで分かる、食料乗ってないですから、人しか乗ってないから、なんかどうせフェイクだなって。で、なんか指をこういう風な形にして太陽の日の出がどうだとか、曇ったら終わりです。方向なんかみんな分からなくなるんですから、曇ったら星座から何から何も絶対来れるわけない、絶対途中で死にますよ。そもそも水がすぐ腐る時点でどうやって来るんです？
その昔からのその嘘の影響は大きすぎて、何でもありになってしまってる部分もあるし、最後にこれ、家の中で寝転んでテレビ見たりしてる部分に関して、これだけフェイクニュースが多かったら、そりゃそうなりますよ。きちんとした状態見てるかって言ったら、それはそれで変じゃないかなっては思いますね。戦争ニュースとかは本当だと思って信じ込まされて、見ていた時が、食い入るように見てるだけで、そこには正当性は何にもなくて。もう二社二社合併ような方、明け方の番組をなくす。で、どう考えてもしてることおかしいんですよ。昔、民間のテレビ局も夜中にあんなに番組なかったんですよ。もう途中からザザになってたんですよ。ザザになってるか、ザザっていうか、七色じゃないんですけども、黒白も入っていて、あと赤色かな？赤色というよりも、紅紫って言ったらいいのかな。いろんな色が入っているこう画面が出ていて、で、この時間は放送してませんっていうような形になってたんですよ、民間の方も。人口はずっと減りっぱなしなのに、僕が生まれてくる前からですよ。なんで番組が増えてるんですかっていうことなんですよ。エネルギーの残存問題に関しても、東京タワーでね、済ませていればよかったのに。それ発信力と受信力のその装置を交換するだけでいいですから、大きなタワーをなぜ建てたのかっていうところ、だからお金をたくさん企業が持ってしまうと余計な建物を作ってしまうんですよ。だからそれをまず直すには、本当の人口をテレビで公開してもらわなければならない。で、それはアナウンサーの人たちに言っても難しい。ただし、議員の家系の人とかがアナウンサーになってるっていうことも分かっています。で、議員さん自体が名前を変えてテレビに出てきてるっていうことも分かっています。議員経験者の人とかはね。で、その本当の人口の話をまずテレビで公開しなかったら、みんなちょっと間違いっぱなしじゃないですか。自然に間違えるじゃないですか。エネルギーの残存問題に全然対応してないっていうことになるんですよ。だからそっちは人災で、もうそれだけでも放送法の第108条に該当してくるっていうことになってくるんですよ。防災に関するものに、他にも法律面いろいろ出せば、いっぱい、それも探せばいっぱい出せますよ、それは。だけども、そんなことしてもあんまり変わらないじゃないですか。そうじゃなくて、みんなの心がけとかそういうことだから、問題の軸のところは。エネルギーの存在の問題とかをしっかり分かってるかどうかと、それに向かって取り組むのかどうかだとか。この間の、昨日、この間じゃない、昨日のお天気キャスターの人に、何々さんに入ってもらいます。昔も報道ステーションとかでもそういうような言い回しの仕方しましたけども、NHK の人は、それ言わないんですよ。報道ステーションの人それ言うでしょ。僕の体なんか入れてこようとするでしょ。で、テレビに向かって僕が話しかけた時に、それはそれで、入ってくるとか言ってる人もいます。しかし、意思疎通を交わさなかったら無理なのと、その仕事としてテレビに出てるんだから、それはある程度の責任を持ってもらわなきゃならないのと、で、そのエネルギーの残存問題に関してみんなが頑張って取り組む形にしていかなきゃならないのと、あと、そのスクエアエニックスさんに関してはですよ、なんだかな。何だったかな、ドラゴンドラゴンとその後のニーヤシリーズだから、その辺のところに関してももうある程度の作品はもう作るの禁止とか、もうそういうふうなことをテレビで放送するのもアニメ化するのもなしだとか、そういうことをしっかりとしてもらわなければならない。
いや、わかるでしょって、していいことと悪いことぐらいって。だから過度な露出のキャラクターが出てきた時点で、あ、ダメだなこの作品はっていうような形で物事を見なきゃなんない。その対象年齢の話とかもありますけども、そういうような判決を出した裁判官がまず怪しいっちゃ怪しいんですよ。刑法175条違反になりますから。わかります、言われてること。法政大学出たからって、裁判官になったからって何でもしていいかって言ったら、君たちが法に従ってないじゃないかっていう話になるんですよ。で、そのところでその裁判官の人にどういうふうな事情があったかわからないんですよ。常に会社に入ると上には上がいてっていう立場があるわけじゃないですか。で、特にエロ業界の総本山は東京都だから、スクエアエニックスさんも本社東京でしょう。だから一応任天堂さんの方向性でいうと、そういうエロ業界とは深く関わらないような作品作りになってたはずなんですよ。今どうかわからないですよ。僕は自分のことで手いっぱいだから、ゲーム業界はどうなってるか、なんかもう動画で見てだんだん気づいていったりした方ですから。まあ、そういうふうなところも込みで、一応今伝えさせていただきました。その何々さんに入ってもらいますと、もうそれ やめましょう。テレビ朝日さんのそれ悪い癖です。だからまあ、お金の支払いって結局どこからも一円もまだないわけじゃないですか。47年間も経過して。で、まあ、板倉智樹アナウンサーが2007年か8年フルズラパークに来た時、その前どんなことがあったかって言ったら、まあ、スポーツの勝ち負け時代、2004年以降から僕は本格的に取り組んでるわけじゃないですか。で、まあ、一時期働きに行ってた時はスポーツの勝ち負け、一切意識してなかったと。そういう部分はあります。だけども、出てる結果とか遊んではないルールとかに当てはめて考えると、まあ、それで、まあ、働いてた時期もそうですけども、それでローマの中田英寿、僕と同い年のものですけども、優勝できたのかとか、セリエ A で。で、あれもテレビの放送とかでもともと1997年、8年で、テレビ局関係者の人間とかの将来テレビ局で就職するような人間とかが僕にまあ聞いてきた内容とかで、それで、テレビで世界最高峰のとか言い出してるんですよ。だからスポーツの勝ち負けとか頭の中を渡して云々だとかいろんなことが全て分かった時に、あと海外の結果とかもほとんどの国は同点で終わってるでしょう。神がかり的な時間の世界がコミュニティ入ってますから。だからまあそういうふうな言葉のワードで、視聴者を食いつかせてだとか、そういうことじゃなくて、エネルギーの残存問題について、自分たちが生き残るためにどうするべきかっていうことを考えて、テレビを放送しなきゃならないっていうことになってくるんですよ。もう放送法の第8条自体でもう絶対そうなんですよ。昔は第6条の2だったんですけども、他にもいろいろありますよ。日本国憲法から何から何までそこからの法律だとか、そういうものをいろんなものをくっつけていったときには、もう普通に考えたら分かるでしょうって。大体まあ、世界の人口、僕はの見立てでは、大体約20億人ぐらいだなっていう見立てなんですけども、アフリカの方とかでも変な人口の増え方してるでしょう。あれ多分、死亡届出してなかったりだとか、それでまあ、年金が入ってきたりだとか、そういうようなところがまだあるんじゃないですか。それか、いろいろ戦争とかがあって、その時の状態だとか、国境がコロ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 変わったりだとか、昔の人口をずっと残しっぱなし、まあ今の日本もそうですけども、本当の人口のところから世界的に自分の国の今の国境の内で、公表しなかったら、ずっと物事総崩れのままなんですよ。
まあ、今日も一応、裁判所に提出できるその動画の量とか、やっぱり僕も生活保護者ですから、お金ないですから、そんなに、ブルーレイディスクとか買えるわけじゃないですから、あと輸送料。もう対象者が数人いただけで、もう訴訟費用3万なんか簡単に超えますよ。で、じゃあ、いや、訴訟対象はテレビ局の、すごいですね、日本視察団。あの番組だけで、あの内容だけで、訴訟費用がすでにもう3万円ぐらい到達してるんですよ。でも家の中でもうパソコンの作業だらけ。で、まあ、今日もそこまで行っていいんかいっていう番組を見ながら受け答えしていて、昔の安倍さんの、アメリカ行った時の本当の話の方はガソリン車の生産停止の話でアメリカ行ってるんですよ。だからそれを本当は小泉進次郎、違う、純一郎さんが、達成できておかなければならなかったと。まあ、これ責めてるんじゃなくて、だから、公営病院だと思うんですよ、2004年。でも1998年ぐらいの頃にエネルギーの残存問題とか、テレビに出てる人たちとか、いろんな人たちに向けて、スポーツの勝ち負け込みで、だから客寄せパンダみたいな形になって伝えてたわけですから。でしょ？っていうことは、順番考えていったら、やっぱり2020年、東京でガソリン車と、まあ、ガソリン車の生産停止、日本全国で2025年、ガソリン車の生産停止のはずだったんですよ。それが東京オリンピックに変わってしまってる。で、これはその大橋会長とか松川さんを責めるわけじゃなくて、だからその人はその人たちで、粟井慶介と関わったり、テレビ局と関わった時に、どういうふうに利用されるかっていうことを、まずエネルギーの残存量問題っていうことを軸にして考えなければならない。自分たちの仕事がこれで本当にいいのかなっていうところから。だから僕からしたら、戦争のフェイクニュースとかを読み上げてる時なんか、別に放送しても放送しなくてもいい内容ですから、まあ、その時が、受け答えする時間かなっていうふうな解釈をしています。まあ、もともと岸田さんとかも国会で、今のお前のままでいいっていう大声で叫んでくれてたこととかの映像何回も見たことありますけども、それもし今までなかったとしたら、どうなってたと思います？多分、安倍晋三さんの時の2035年のガソリン車生産停止、それ多分実現しなかったですよ。ずっと全部ほったらかしのまま。それ考えたらもうゾッとするでしょう。以上です。まあちょっとだいぶ話長くなりましたので、もうこれぐらいにしておきますね。まあこういうふうな相談、結局こういう相談をみんなに聞いてほしいっていうことですね。まあテレビ出演したことある人だったら、粟井慶介のことを知る人っていうのはたくさん存在するわけですから。会社残ってる、まあ、ある程度年齢の人たちがもう踏ん張るしかないですね。だからもう、あんまり60歳超えてる人たちをあんまり当てにしては無理だと思いますよ。っていうのは、その仕事的に、しなきゃならないことがいっぱいになったとしても、まあ、それは若い人たちも同じですけども、中堅層の年齢の人たちも、40前後の人たちもそうですけども、けども65年の人たちなんか、もう自分が生きてる間は石油ガスあるからもういいやみたいな形に多分なると思いますよ。もうこんな年齢のわしらを責めてとか、こう泣きが入るような形で。もう我々がもうどうにかするしかないっていう。だからもう僕は2011年以降は、まあいろんな失敗も込みですよ。その間精神病院何回も9回も連れて行かれてますから。で、1回の入院が、2ヶ月と二十何日。もうあれはもう1回生かされた。もうそれはそれでもうめちゃくちゃになります、頭の中とか。本当に本当に。強制収容所の延長線上、まあ、強制収容所と変わらないですから、精神病院って。あと医療業界にしてるそのえげつなさが結局、2020年の、コロナウイルス。に、つながったと。
まあ、医療業界も取り締まらなきゃならないんですけども、本当の話はしないでしょ。で、一部の人は本当の話してくれてるんですよ。で、今日もそこまで言って委員会の出演者の人は、もう、ズバッともうその辺のところ、全然違う話をしながら、言ってるんですよ。僕と同じようなことだから、それは生物兵器だって、いうことを僕は条約とかをつけて、動画で公開したらそれは公開できたんですよ。それまで止めていたのは何だったのかって AI の判断だったんですよ。だから今はもう AI 社会になってしまってるんですよ。人間が物事をリードしてるんじゃなくて。だからその辺のところでみんな人間が基本的に中心になって知恵出し合って、早く対応しなければならないっていうことです。以上です。長い間ご視聴ありがとうございました。